おはようございます。ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、ワクチンの第1回目、今日はね、打ちますので、行っていきたいと思います。予約、ね、今日確定しましたということで、今からね、予診票を書いていきたいと思います。場所はね、横須賀アリーナになります。じゃあ行ってきます。ワクチンの接種会場に来ました。接種会場にやってきました。これからワクチン受けに行ってきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。12時からです。12時からの方も入れますので、はい、ちょっとまずアルコール消毒だけすいません。はい、カメラが。すごいです。カメラが。お手数でこちらになりますね。はい、わかりました。ありがとうございます。中で本人確認書で確認させていただきますので、はい、お手元にお持ちになってください。はい、免許証出せばいいんだっけ。そうですね。そうですよね。ちょっとですね、はい、中は写真撮影がちょっと禁止になっております。了解です。ワクチンが終わりました。はい、ということで、ね、無事にコロナウイルスのワクチン接種終わりました。最後にね、元気な横須賀って言ってね、これ次来る時もね、必ず持ってきてくださいということで、予防接種済証、これがね、いただいて帰ってきました。接種の感想としては、もっとね、痛いかなと思ったんですけど、思ったより痛くなかったんで、ちょっとね、良かったです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。第2回目はアップしません。